坂本龍馬脱藩の道。今回は日高村から佐川町の朽木峠入り口までたどります。日高村の猿田堂を後に西に進んでいきます。走っているのは県道291号で、八辻草加停車場線と呼ぶようです。この辺りは十勝という地名のようで、左を十勝川が流れています。モノレールがありました。急激な傾斜を上がっていく作業用のものです。上の方に文旦畑があって、文旦の収穫に使うモノレールでしょう。登りがきつくなってきました。峠越えに向かっているようです。この辺りは四国山地ではないので、それほど高い山はないはずですが、なかなかの傾斜です。急カーブです。ちょっと降りてみました。麓はメダカ村と書いています。日高村はメダカの村なのです。猿田道 2.7km、八辻へは 1.6km です。そして坂本龍馬脱藩ゆかりの道と書かれています。やっぱりこの道で間違いなかったようです。この辺りは山伏号と地図に書かれています。昔山伏が修行したのでしょうか。この辺りが峠でしょうか。道は下りになりました。
開けた場所に出ました。日高村はここまでで、ここからは土佐市に入るようです。坂を降りてくると畑があって、里の風景です。三叉路に出ましたが、左は高知市方面で、右が佐川町のようです。こちらが高知方面で、ここから県道53号になります。行き先は佐川なので、県道53号を右に向かいます。この辺りは土佐市八辻というところで、広がっているのは生姜畑です。今生姜の植え付けの時期なのですね。植え付け作業の人たちが一休みしているようです。ビニールをかぶせているのは、植え付けが済んだ畑でしょうか。前方に大きな杉の木が見えてきました。この杉は養蚕の杉というそうで、3本の木の根元が合着しているそうです。昔この辺りに法華寺というお寺があったところで、大きな杉もその名残でしょうか。さて、ここから800メートルほど入ったところに、穴地蔵というお地蔵があるそうなので、行ってみました。緩やかな坂を上がってきました。ここが穴地蔵があるところです。小屋があって、小さな滝があります。
小安地蔵が並んでいます。そして石段の上に穴地蔵はあるようです。正式には岩屋地蔵と書いています。江戸時代、江淵何菓子という豪士が法華寺へ石地蔵を奉納しようと持参したところ、出来が悪いと重曹が石段から投げたため二つに割れたという、その割れた石像を合わせ祀ったのが始まりと書かれています。洞窟です。洞窟の中にお地蔵様が祀られているようです。大きな岩山にぽっかりと穴が開いています。洞窟の中というものは薄気味悪いのですが、たくさんの鈴緒が垂れ下がっています。その奥にお地蔵さんがあるのでしょうが、暗くて見えません。狭い境内には一本の杉の木、ご神木なのでしょう。この穴地蔵は穴に関わる病に大変ご利益があると言われ、旧暦1月24日と10月24日の縁日にはご利益を受けた人たちが自分の年の数だけ餅を投げる習わしがあるそうです。さて、県道に戻って再び脱藩の道をたどります。走っているのは県道53号土佐佐川線です。ここで土佐市から佐川町に入ります。ここから下りになりました。だんだんと急な下り坂となってきました。八辻から峠まではさほど登らなかったので、八辻自体が標高の高いところだったようです。珍しく対向車です。やっと麓まで降りてきました。
見えている集落は長野という地区です。ベビーカーでお散歩中のようです。脱藩する龍馬さんと沢村宗之丞も途中いろんな人に出会ったことでしょう。坂道から麓へ降りてきました。牧歌的風景です。今走っている道は四国の道に指定され、八辻佐川への道というコースになっています。四国の道は自然歩道とも呼ばれる趣のある道です。千段の木があります。昔土佐ではすべての道に旅人のために千段を植えたのだそうです。高家や視聴家の作詞などで知られる富田彩花は、土佐寺の印象を、小越しかる北山越しに岸国の、並木の道は千段の花と歌っています。小越しとは、ごつごつしている様を言うのだそうですが、ごつごつとした険しい北山を越えて、土佐に差し掛かると淡い紫の千段の花に心癒されたという歌でしょうか。千段の木から150メートルくらい行ったところに鈴神社という神社がありました。これが鈴神社です。鈴神社の上にはクスノキの巨木がありました。しっかりと地面をつかむように根が張っています。樹齢は800年以上のようです。クスノキの巨木はあちこちで見かけますが、このクスノキも特に巨木というわけでもなさそうです。それでは進んでいきます。今走っているのは
佐川町中心部の南で、中心部は通らないのですが、ここで中心部を見てみましょう。佐川町は酒蔵の町として知られています。半世時代には土佐藩の筆頭家老の深尾家が治めた町ですが、その深尾家が領地佐川に赴く際に御守屋を連れてきたのだそうです。幕末の頃には9軒の酒蔵があったそうですが、今では司ボタン酒造が1軒だけとなっています。さて、こちらは植物学者牧野富太郎の生家跡です。植物好きの牧野少年が育った生家が再現されています。好きこそものの上手なれと言いますが、好きなことには努力を惜しまず、ついには博士にまでなった牧野富太郎の生家です。ここは眼下に町並みが見える牧野公園です。ここに牧野富太郎博士のお墓がありました。さて、進んでいきます。見渡す限り田園風景です。どんどん西に進みます。右側に JR 土山線が並走するように伸びています。踏切を渡ります。渡るとすぐに左折します。これは平成18年に走った SL 和豊千代号で、この場所ではこんな光景が見られました。SL が廃止になったのは昭和43年頃だったでしょうか。久々の力強い SL の走りが見られました。線路の修繕をしている人たちがいます。
JR 戸賀野駅に来ました。JR 戸賀野駅、ローカル駅です。無人駅でした。かつてこの戸賀野駅は石灰石輸送で栄えた駅だそうです。戸賀野駅から付近の大平山まで大阪セメントの専用線が伸びて、石灰石を専用線で戸賀野駅へ運び、戸賀野駅から須崎の大野号というところまでは JR 貨物で運び、船積みされていたのだそうです。下りの列車が入ってきました。ワンマンの一両列車です。土山線は電車ではなくディーゼル機関車です。ガタゴトと音を立て悠々カンカンと走り去りました。さて、戸賀野駅を後にして進んでいきます。のんびりとした家並みが続きます。国道へ出ました。国道494号です。左折します。しばらくは国道494号を南に向かいます。桜がきれいです。脱藩する龍馬さんたちはその日のうちに梼原へ着いたとも言われるので、桜どころではなかったことでしょう。またこの辺りはどこを通って行ったのかも分かりません。戸賀野トンネルです。戸賀野トンネルは1067メートルあり、1990年に竣工しています。トンネルを抜けました。ここを右折します。
まっすぐ行くと須崎市です。今来た国道を折り返すようにして山道を上がります。右下に戸賀野トンネルが見えます。ここで直進するのか左折するのか迷ったのですが、川の内というバス停があるので左折します。ここに龍馬神社という神社がありました。地元佐川で結成された佐川海援隊という有志らが、佐川にも龍馬を記念する名所を作ろうと平成10年に作った公園のようです。そしてこの公園の中に佐川龍馬神社という神社を創建したのです。鳥居には龍馬神社と書かれています。そして小さな祠がありました。この祠には龍馬ゆかりの御神体が祀られているそうですが、宗教法人ではないそうです。佐川の人たちの龍馬への愛が感じられる龍馬公園です。さて龍馬神社を後にどんどんと山に入っていきます。この辺りにも人家があったようです。この家は廃墟となっています。それでも30年くらい前には人が暮らしていたように見えます。進んでいるのはほぼ西の方向で、向かう先は津野町です。お墓があります。
山桜がきれいに咲いていたので、見ているとその隣にも廃屋がありました。しばらく行くとまた民家がありました。走っている道は町道なのか林道なのか分かりませんが、昔には人や馬が行き来する現在の国道に匹敵するほど重要な道だったと思われます。梨の花が咲いています。山の頂上らしき山並みが見えています。ここにも民家があるようです。桃の花がきれいに咲いています。民家の前の大木はイチョウの木でしょうか。清らかな谷のせせらぎの音に癒されます。上がるほどに傾斜はきつくなりました。脱藩の道は右側の道を行くようです。右側の道へ徒歩で行ってみます。牧野富太郎も通った道と書かれています。前方に見えている山が龍馬さんが通った朽木峠だと思われます。ここにも民家がありました。どうやら屋根の葺き替えをしているようです。この道が脱藩の道のようです。引き返して車で進みます。
舗装が切れています。ここからは未舗装の道を進んでいきます。山桜です。山桜は花と一緒に赤い新芽が出て彩り豊かな感じがします。そして素朴で控えめな感じが何とも言えない美しさです。さて、ここが朽木峠への入り口で、ここからは歩くより他ありません。坂本龍馬脱藩の道。今回はここまでです。